18歳の女性と飲酒をしたなどの疑惑で自民党を離党した吉川赳衆議院議員は議員辞職の意向がないことが分かりました。吉川氏は18歳の女性に飲酒をさせホテルで共に過ごした上で現金4万円を支払ったと週刊ポストに報じられ自民党を離党しています。これに対し自民党の世耕参議院幹事長が議員辞職を求めるなど参議院選挙を前に与党内からも厳しい声が上がっています。しかし自民党関係者によりますと吉川氏は現時点で議員辞職の意向はなく会見などで自ら説明する予定もないということです。また明日国会の閉会日に予定されている衆議院の本会議にも欠席するということです。